今日は何の日10月編スタート。10月1日十都市でとんかつと読む語呂合わせから付けられた。10月2日十都にでとんこつと読む語呂合わせから付けられた。10月3日日本山岳会が10月にできたこと。10と3で登山と読む語呂合わせから付けられた。10月4日 LINE スタンプの誕生日。10月5日北海道のスイーツ店が設定した記念日です。10月6日夢を英語に置き換えて10と6でドリームと読む語呂合わせから付けられた。10月7日10と7で盗難と読む語呂合わせから盗難防止の啓発のために付けられた。10月8日子供のおやつに果物をという思いで毎月8日に付けられた。10月9日東京オリンピックが開催されたことを記念して国民がスポーツに親しむ日として祝日が制定された。10月10日1010で銭湯と読む語呂合わせから付けられた。10月11日10と11の数字をそれぞれ時計回りに倒すとウンクしてるようになることから付けられた。10月12日日本で初めてパンを焼いたことから付けられた。10月13日さつまいものことを栗よりうまい十三里と呼ぶことから付けられた。10月14日熊野プーさんの原作が発売された日。10月15日1と5でいちごと読む語呂合わせから毎月15日はいちごの日になった。10月16日アメリカで始まり上司に日頃の感謝を伝える日として世界で祝われている記念日です。10月17日貯蓄に対する関心を高め貯蓄の増進を図ることを目的につけられた。10月18日10が冷凍の塔につながることと冷凍食品の共通管理温度がマイナス18度以下からつけられた。10月19日10と19で父さん育児としてつけられた。10月20日10と20で一回り二回りの語呂合わせからつけられた。10月21日中性脂肪について学び知識を深めることでより多くの人に健康になってもらうことを目的としてつけられた。10月22日カレンダーで言うと22の上の段に15があっていちごが22日の上に乗っているからつけられた。10月23日じゃがりこの誕生日。10月24日生みの親である明治ムーリエ・ポリットの誕生日にちなんでつけられた。10月25日ドイツ放送で世界初のラジオのリクエスト番組が始まった日。10月26日正岡子規が柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺の句をこの日に読んだことからつけられた。10月27日10月27日から11月29日までを読書週間と定めその初日の27日を読書の日にした。10月28日10と2と8で透明美肌と読む語呂合わせからつけられた。10月29日世界で初めてインターネット通信が行われた日。10月30日島根県で10月30日に第1回日本卵かけご飯討論会が開催されたことでつけられた。10月31日古代ヨーロッパのケルト人が始めたお祭りで秋の収穫を祝い先祖の霊をお迎えするとともに悪霊や
魔女を追い払う目的があった。日本で言えばお盆にあたる行事。皆さんはどの日が好きでしたか？その日にあったことをしたり食べたりするのもいいですね。ぜひチャンネル登録、高評価してくださると嬉しいです。